最上温武三古、李三古里から、長無休高島最上温武最上温武は、沖縄県南上七年にある史跡。15世紀から16世紀の琉球王国、昇進王時代の歌記であるとされる。政府、阿は、最高位を意味し、最上温武は、最高の歌記ほどの意味となり、これは通称である。正式な神名は、君が、学、 主が学の意味という。敷地内には、首里城内の施設名と同じ廃所が複数ある。三つの廃所が集中する。採用部の三リには、蝶の花という最も,も格の高い廃所があり、クバの木を伝って、琉球の創生神である、アマミクが降臨するとされる。なお、三リからは、王国海脈にまつわる最高聖地とされている、クダカ島を溶廃することができるが、 これについては、司書には、記述がない。これは、近世になってサンコリの岸壁の一角が崩れた、ことによるもので、かつてのサンコリは三型を岸壁に囲まれた、空間だった。文字通りを国最高の歌器とされ、国家の最高神職である、聞こいの大君が管理した。聞こいの大君の就任儀式、五神下りが行われた歌器でもある。かつて、琉球の歌器はその全てが、 男子禁制であり、最上運だでは、庶民は入り口の岡戸口を越えて侵入することは許されず、国王であっても岡戸口より先に入るには、他元の合わせを助走に改める必要があったという。2000年12月、首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群として、ユネスコの世界遺産に登録された。また、国の史跡、 沖縄県指定名称にも指定されており、歌器内で出土した陶磁器と曲がたなどは、沖縄県最上温竹出土品の名称で、国の重要文化財に指定されている。周囲の森林は、沖縄本島南部における最も優れた森林の一つで、シダ植物や卵化植物などに珍しいものが多い。 本島中南部は第二次世界大戦において被害を受けそれ以前の状態を残した場所がほとんどないがこの地域は戦災を免れた。しかしいくつかの漢方弾着弾跡があり一つは見学道から見ることができる。2000年代以降御嶽周辺が整備され森林に後輩の様子が見られる。2007年7月1日より観覧が有料化された。入場チケットは 南城市地域物産館にて販売されている。通路に傾斜路があるため、車椅子、ベビーカーでの入場はできない。訪れる観光客の大幅増加により、石畳がすり減るようになったり、祈っている地元住民を無断で写真撮影するなどするマナー違反の観光客が増加したりしており、問題となっている。このため地元の南城市では、 文化財保護を図るため男子近世を徹底させることを検討している。2021年4月5日、南城市は最上温武の15基の航路のうち1基が行方がなくなり別の石材に置き換えられたと発表した。ロケ候補地詳細。文化庁。2018年8月13日閲覧。リンク切れ男子近世徹底も沖縄。 世界遺産の最上温竹産経新聞2013年9月20日沖縄の世界遺産最上温竹で東南下航路が別の石材に置き換えられる ryukyushimpo.jp 琉球新報2021年4月7日閲覧ありがとうございます